はい、このブルブル感が強くならないようにするところから。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。優しく。なるほどね。優しく。抑えて、抑え、はい、声がでかければいいと思ってるのはやっぱ間違いです。うん、なるほど、なるほど、なるほど。この番組は、今日のスポンサーのテーションだ。ブルブルスポーツ。よっしゃー、よっしゃー、しょるれー、よっしゃー。いっぱいいっぱいいますね。いっぱいいますね。神村さんとアイスクリーム講師の鉄の兄様オンでございます。そして今日、いろんなゲストの方いらっしゃって一緒に動画撮らせていただいてるんですけれども、ちょっとじゃあ軽く、もっと軽くお名前だけ自己紹介を。俺がシリカリコだー、知ってる。今日チキンだぜ俺。よろしく。パクシャル系なの、パクシャル系なの。決して顔は出さない。ノーメイク、ノーメイクでは寄れない。あの遠くでね、楽しんでもらえる。そうそうですね。ボイストレーナーの山森隼人こと、デュエルジェルのボーカルの隼人です。Yeah! よろしくお願いします。よろしく。怖い怖い。そして、はい、どうも、はい、九州大学で音声研究してます、ボイスドクターのリーです。よろしく。せっかくですね、こう4人集まってますん で、でそれぞれプロですから声をちょっと比較したりとか経験を、皆さんにこうシェアしていけたらすごい面白いんじゃないかなと思っていて、今日のテーマはというと、多分タイトルにはこうなってるかと思うんですけども、悪い発声4選ということでやっていきたいと思います。でね、あの4選とは言いつつ、はい、まあ、4人いるからってことですよ。なるほど。どういう趣旨かっていうと、うん、まあ今それぞれこうプロで活動させていただいてるわけなんですけれども、まあボーカリストとして成熟していくまで、まあまあ皆さんもっと今研鑽もしてると思うんですけど、もう成熟していくまでの過程っていろいろあったじゃないですか。はい。だから当然良くなかった時期ってあるじゃないですか。あります。ありますよね。あります。あるから、まあ悪かった時の発声をちょっと思い返してみようじゃないかと。で、改善した今はこんな感じだよとか、でそれに至るまではこういう改善方法があったよとか、そういうのをちょっともろもろ丸裸にしていきたいなと思っておりまして、でこれ動画撮る前に打ち合わせたんですけど、もう結構こう見事に4人パターン違いましたね。違いましたね。違うんですよ。違うから多分皆さんもね、見ていただくと、あ、これ俺私のパターンじゃんっていう感じで当てはまるの絶対あるんで、ご自身の症状と照らし合わせてその改善策試してもらったりとかすると上達につながると思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですと。いうことでですね、やっていきたいんですけれど、その前にぜひ皆さんチャンネル登録と、あと押せたらもうこの時点で高評価を押していただけると嬉しいですと。じゃあ本編いっちゃいましょう。まあ4人いますんでね、1人ずついきたいんですけど、一旦僕からあえて、はい、行かせていただきたいなと思っておりまして、ちょっとこっちにピアノがあるんで、ちょっとせっかくなんでこれを触りながら、はい、僕はですね、まあ対するのであれば喉爪パワー系だったんですよ。なるほど。改善前はね、爪だいぶ変わったよ。そう、ありがとうございます。いや、本当に。だいぶ、パワーものですよ。ね、3年半ぐらいですかね。ね、徹底的にやってますから。そうそう、めちゃくちゃ練習はしてるんで、結構変えられたんですけども、のど爪パワー系という感じ。まあ、どういう感じかっていうと、例えば、ね、今やってみますと。今の感じでやってみます。はい。改善後。これ今トップが G の4番。G4。全然別にこれ全く張ってないんですよね。張ってなくて、まあ、響きで音量を稼いでるようなイメージです。音そこそこでかいんですけど、息は全然入ってないんですよね。外に出てないような感じでめっちゃ楽なんですよ。で、こうなる前。こうなる前はどうだったかっていうと、そのな。こんな感じ。なるほど。今の方が近いかも、うん、トップの感じが結構分かりやすいかなと思うんですけど、で若干苦しそうというか、うん、重いのと音が暗い、うん、とちょっとフラットしそうというか、何なら知ってる、うん、しやすいというか、うん、マイナーな曲に合いそうだね。ありがとうございます。ポジティブだからね。林さん、ちなみに今の聞いてみてもらって、なんか違いどういう感じありそうですか。やっぱりこう、うん、多分今だったら G4 ですけど、うん、常にこのトップに結構意識がいくんで、うんうん、あ、そうなんですよ。トップがやっぱりどうしても、さすがっす。エネルギッシュに。めっちゃ。したくなくてもなっちゃう。めちゃくちゃわかります。っていうパターンっすよね。うん、そうですね。トップしか見てないんだよ。なるほど。なんですよね。そうですね。マジで本当そうでした。
っていうパターンでして、やっぱこれだと苦しいし、うん、まあ、いわゆる張り上げってやつに近いは近いかなと思います。うん、厳密にはちょっと違うと思うんですけどね。うん、違うと思うんですけど、まあ、近いは近いかなと思います。で、これにこう、ね、のど爪が入ってるから、うん、もう重くてしゃあない。うん、重くてしゃあない。嫌なやつがね。嫌なやつが、これ常にいるみたいな感じなんですけれども、うん、じゃあこれを僕はどうやって改善していったかっていうと。どう乗り越えたのかね。確かに。まあ、もちろん、いろいろやりました。いろいろね。いろいろやったんですけれども、うん、とにかく最初は声帯閉鎖を頑張りましたね。この喉詰めパターンって喉使ってる感じあるじゃん。あるね。あるじゃん、うん、あるじゃないですか、うん、あると思います。あると思います。ただこの喉を使ってる感覚っていうのは、うん、声帯閉鎖と関係ないですよ、うん、関係ないの。あ、使ってるわ、やってるわ、うん、これで高い声出るわ、うん、出ないですよ。逆なんだよね。逆なんだよ、ね、使えてない時にその感覚があるんで、うん、そうなんです。この、うん、分かんない、そうなんです。いるかもしれないんですけど、そこ分かったらでかいって。で、分かったらでかくて、もう、これはもう、声帯がサボりにサボってる状態。その通り。ですよね。働いてはいないと。めっちゃニート。マジで。ドニート。はい、ドニートなんで、なるほど。今はもう、結構、まあ、めちゃくちゃって言ったらあれですけど、今は結構動いてくれて、いるので、働くよね。ありがとうございます。働いてるんで、働いてますよ。だから楽に出るし、もう全然喉なんか詰まってないし、楽なんですよね。っていうのが、正しい状態。なので、声帯閉鎖ですね。とにかく、高くないところで、うん、高くないところで、もうね、それこそね、まあ、よく言うんですけど、G の3とか、うん、下手したら F とか E とかでいいっすよ。うん、もうこの辺でね、っていう声を出す練習をひたすらやってましたね。これが、声帯が働いてる時です。詰めてないです。楽です。で、これをね、急いであげないことです。とりあえず、これ頑張ろうぜ。閉鎖はどういうことなのっていうのを味わおうぜっていう。皆さん、こう、チョキって出してほしいんですけど、チョキ。これチョキ出せるじゃないですか。チョキって知ってるから出せるんですよ。わかんないんだからできるわけないんで。そりゃそうだ。生体閉鎖ってどれなのっていうのをまずは作っていくのが大事なので、それで上げてってもあんまり意味ないから、とりあえず低いところでいいから、生体閉鎖と友達になりましょうっていうのが僕の一番のとりあえずは、最初のステップでしたね。なるほどね。まずそこからトライしていくと、うん、喉爪パワー型だった僕が、はい、とりあえずはこう、ある程度ニュートラルに、まあ、ミックスを出していけるようになっていったっていうのが、僕の経過でした。うん、僕の経歴でございます。わかりました。っていうところなんですけれども、はい、次行きたい人。はい。おっ、まずさん、ぜひ、まずさん、行きましょう。ぜひ、行きたいですか。はい、ぜひお願いします。あ、ここプレゼン席なんです。プレゼン席。あ、プレゼン。はい。プレゼンさせていただくとですね。です、です、です。僕の場合はね、やっぱ音程上げていくと、はい。どんどん声量が上がっていくというか、なるほど。ボリューム感が増えるんですね。うんうん、で、限界まで来ると、うん、まあ、裏返らないようにこうキープしても、うん、もうそれ以上の音程に行くと、まあ、完全に裏声に行くだけ。あ、なるほど。もう適当な本当に低い音とかでもいいんですけど、はいはいはい。どこでもいいですね。まあ、G さんから、じゃあもう、配信まで行こうってなって。はいはいはい。あー、これは、あー、あー、分かれてるパターン。分かれるんですよ。くっきり、ここが完成点ですね。って言われるような、なるほど。ポイントがもう決まるんですね。ミックスのポイントが、その時は存在しなかったっていう。そういうこと。あまり存在しなかったっていうパターンなんです、ね。いや、もう全くないっていう。なるほど、なんなら。だからまあ、呼吸を、その場合、僕の場合は、はい、まあ、一定にするところから、はい。練習を始めたので、はい、僕は割とリップロールであるとか、うん、なるほど、まあ、リップロールだったらこう強くなっちゃうんでね、はい、例えば、はい、このブルブル感が強くならないようにするところから、うん、ああいいですね、いいですね、いいですね。そこである程度のその呼吸の一定感と音量感を統一するようなイメージで、なるほど、なるほど、なるほど。例えばならずに、うん、はいはいはい、なるほど。ここがまだ張り上げちゃうと、はいはいはい、どっかで重いものを離したんです。このままいけるところまでいくよ。そのトップの時のこのバランスを、まあ、言葉になっても出していくっていうようなイメージで、僕の場合は克服していく。なるほどですね、はい、バイブレーションは一定ってことですね。そうです、まあ、そうですよね。このブルブル感が一定になるように、うん、なるほど、そういうことする、うん、まあ、これがハミングだったり実践であっても同じで、うん、例えば
ここでこうやってこう上がっていきやすくなるので、ここも一緒、ここもなるほど、この一定感の中でっていう意識を持っていく方向で練習しました。なるほど。確かに確かに確かに、これはもう少ないですからね、なるほど、そういうことなんですね。だからさっきハミングとかっていうワードも出てきましたけど、それもちょっと NG パターンと OK パターンをちょっと例えば見ていただくと、ハミングも一般的なハミングってちょっとちょっとなんかこう歌に近いと思う、鼻歌ちっちゃく、なるほど、こんな、なるほど。それが過去のバージョン。ちっちゃくちっちゃく練習するにはすごくいい。それぜひその視聴者の方で悩まれてる方向けで、この辺の域でやるというみたいなやつを、ちょっとリップ、ハミング多分共通だと思うんで、それぞれこの辺のイメージ。僕の場合は結構幅広い音域でやる方がいいと思う。なるほど。苦手なところに結構集中すると、バランス悪いから苦手なんでね、なるべくバランスよく出てるところから持っていく、まあ自分の中で普通に喋ってる、例えば F3 とかこの辺とか E3 ぐらいから、まあストレートに持っていく、でまずは1オクターこの E4 がもうすでにいかつくなってたら、要注意です、ちょっと皆さんと一緒にやってみたいんで、音だけもらえるいいっすね、こっからせーの、そう、この E4 感いい感じですよね、このまんま今度はじゃあ C4 からハイ C、 おお。確かに一定ですね、ずっと一定だ、すごい、これ C のところで挫折しちゃう人多いかもしれない、むずっつってスタートに C4 から多分難しいよ、難しいかもしれない、男性からならない、このちっちゃく出すっていう感じか、ハミングもまあ同様同じですねっていうイメージ、言葉になっても、なるほど、そうすると呼吸量が一定になってぐっとこう無理やりまたいじゃうというか、まあ、またげない感じを克服できていくっていう、声帯でしかこう、コントロールできない状態を作っていく、なるほど、素晴らしい、いやさすがですね、ありがとうございます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 、じゃあリコ行け、行くぞー、行くぞー、すげえテンションだ、いやー、何始まんのはい、じゃあ、ジルカの、リコ君ですけど、もともと悪い状態はどうだったの？はい、もともと悪い状態は、ジャイアンリサイタルマジでジャイアンリサイタルでした声を、でかければでかい方がいいと思ってて、なるほどね、声量がね、そういうことね、そうじゃあ、例えばだけど、これじゃあ、例えば、そうこれぐらいだとどう？はい、声がでかければでかい方がでかい、でかい、めっちゃでかい、喧嘩強えなって思われるかなって思って、悪いな、今はバージョン、そういうことだね、そう、こういう風に、さっきはもうなりすごいじゃないですか、めちゃくちゃでかい、これは人を威圧するときにマジで使えるマジで使えるです、いらねえティップスだよそのティップスいらないんだ、そう、1章目からこう歪んでますよね、あ、そうなんです、クリーンでも太いですね、そうなんですよ、しかもだんだんさ、一発目からでかいけどさ、要はどんどんでかくなるよね、そうなんですよそうなんですよ、でだんだんでかくなる声って限界くるんですよ、そう、もう本当にマックスで、本当に、じゃあ今日特別にマックスお見せします、お俺のフルパワー 120% いいんすか、そう、声量いきますよ、どうぞ、でもこれやっぱ
気しなくないですか、うん、聞いてて。ああ、そう、ね、だからダークな曲めちゃくちゃ合うんですよ。いやいや、こうはなってないです。いや、そうです、冗談なんですけど、表現としては使いたい、ね、確かに確かに確かに、以前だ、声がでかければでかい方がいいっていうのは、うん、まあ間違いだってことで気がついて、なるほど、なるほど、そう、じゃあ、うん、あの主催の人に落とし込むんだとすると、はい、でかい声を出すもんだと思ってる人がいるってことだよね。そういうことです。でかい声を出してる感じがするとか、うん、そう、音量がでかく感じるとかっていうのを、うん、つまりなんか、まあ、いっぱい、例えばね、お腹から息吐きましょうみたいな。そういうことを言う人も多いじゃないですか。で、それ大事なことだと思うんですけど、それイコールでかい音量じゃないよって話。そういうことです。でかい音量を出せば、うん、一番強いかって言われたら違うことに気がつきました。大人になるんです。そうなんです。大人になるのはそういうことです。大人になっちゃった。あ、そうだね。まあ、これの克服、うん、そう、どういうふうにしたかっていう、あ、ぜひぜひ教えてほしいです。そんな全然変わってる、そんだけでかくて、うん、いかついやつがどうしたら、うん、こう落ち着けられるようになったかっていうか、うん、はい、もう本当答え一つ、叫んじゃう人は、叫んじゃう人は、うん、落ち着くことです。落ち着くのがマジで一番。なるほど、あ、シンプルに本当にそうなんだ。そう、本当にあーってやってるやつが、うん、あーはー、あー、優しく、なるほどね、優しく抑えて抑えて、はい、声がでかければいいと思ってるのはやっぱ間違いです。なるほどなるほどなるほど。多分コメントでお前だけだって絶対聞いて。いっぱいいますよ。そうだね、そうだね。いやでもそんな感じです。はい、音色を落ち着けるってこと。そういうことです。はい。だからトータルでそういう表現をしたってことだよね。そういうことです。声量を抑えるだとか。そうなんですよ。楽な声って響くんで、でかい声になっちゃうんですよね。そう。でかい声にしようとするんじゃないんですよ。うん、それはもう全然ダメなんで、うん。そういうことですね。ちっちゃく出すわけじゃないんですよ。はい。楽に出すってことなんですよね。そう。そうそう。そんなイメージかな。うん。そんな感じです、ね。っていうのをトータル落ち着きましょうと。落ち着きましょう。いう感じで表現します。ジャイアンを落ち着けよ。じゃあ私はこれでありがとうございます。リコらしい、はい、リコらしくてありがたい。そしてじゃあ、そして、あ、私が本当に、はい、ジン先生、先生のお手越しです。いやーね、三者三様だったんで、うん、はい、面白いなと思って見てたんですが、はい、僕からしたらね、結構3人はまあまあ近いタイプだったかなって思って、あ、はい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 、で、まあ、僕ね、こう発声が悪い人と最近は出会うことが多いんですけど、はい、まあ、ざっくり2パターンによく分かれるので、はい、それの一つが、パワー系なんですかね。なるほど、うん、なるほど、それはジャイアン型とか。あ、そうですね。そうですね。ジャイアン型。ね、こう。で、まあそういう人はですね、結構いい声なことも多いんですけど、うん、ただまあ限界が来るってことなので、うん、そうですね、そうです、まあそれはそれでさっき言った改善策でやっていただく、うん、はい。僕がどういう悪い声だったかっていうと、はい、僕は逆に、ヘナチョコ型だったんですよ。なるほど。これ僕、ヘナチョコボイスってよく言うんですけど、伸びたボイス。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 伸びたジャイアン。ジャイアンの対義語は。そう、対義語は伸びたんだ。なるほど。そうね、まあ。そういうことですね。そうですね。まあ、ヘナチョコ型というかね、まあ、伸びた型だったっていうか、はいはいはい、僕、で、そういう子も多いし、うん、僕自身もそうだったんです。まあ、多いですよね。まあ、それがね、どういう感じかっていうと、例えばここから、あーで、もっと上に上がっていこうとしたときに、はい、あー、ミミなるほどなるほど、そうそう、まあそんな感じだったわけですよ。ちょっとかぼそい、かぼそい系で、ね、なんならこれ結構きついんですよ。きつい、痛くて、でスタミナも持たないんですよ。なるほど、はい、でもまあこうしないと高い声出ないかったんですよ。なるほどなるほど。でまあじゃあどうしたかっていうことなんですけど、はい、まあいわゆるのど締め型だったんですよ、うん、のど締めヘナチョコ型だったんですけれども、うん、まあいろいろな、ね、解決策がありましたので、はい、まあ、実際にはですね、まあ、いろいろなことをやったんで、はい、これ一つってことはないし、はい、まあ今だったらですよ、うん、まあこの症状に対してはどうするかって言ったら、例えばこの前マホン君の動画で言ったように、うんうん、のど締めを解消するやり方っていうのを、はい、見たりね、はい、紹介します。参考にしてもらってもいいんですけど、はいはい、まあ僕がじゃあどういうところが参考になったかというと、うん、2つなんですよ。お、1つは、うん、まあボイストレーニングをしたんですけど、はいはい、ボイストレーナーの先生が女性だったんですよ。なるほど、はい、で、はい、僕よりも全然ちっちゃいというですね、うんうん、まあ女性なのに、うん、僕よりも全然大きな声だったんですよ、はい、要するにパワー型だったんですよ、はいはい、そこで価値観が変わったというか、なるほど、えっと思って、パワーこ、ね、要するに小さな女性でもパワー出るんやっていうところを生の声で知れて、その、まあ、ブレイクスルーだったんで、マインドブロックが変わったので、ね、はい、それが一つと、はい、もう二つ目は、まあ、僕はその時医学生だったんですけど、はい、勉強したことなんですよ。なるほど。そう、興味を持って、はいはい、発声についても勉強したことならではな。本当ですよ。実際これが
ら相当役に立ったし、うん、まあ落とし込んでいけたのでね、うん、まあ、もちろんそのトレーニングで教わってもらったことと含めてから、ね、リンクしていくの大事ですよね、はい、リンクしてなので、まあ、それがね僕にとっては役に立ったから、うん、皆さんに還元していきたいと思って、はい、まあ今後ねいろいろなことを発信していきたいなと思ってるわけですけど、なるほど、まあ、なので、ね、まあこれ一つっていうと、あのこの前に動画で見たことだし、はい、まあ、そういう勉強することも知識もね、うん、一方では大事なんだよっていうところで、うん、ちょっとこんな感じでよろしくお願いします。なるほど、ちなみにじゃあ最後改善バージョン、現バージョン、あ、そうです、現バージョン、現バージョンで、あ、どうなっていくのか、D先生だけめっちゃ上まで行ってください、うん、出せるんだから、ご縁のアで、アで、ご縁のアで、アでいきましょう。じゃあ息継ぎなしでいきましょう。おっ、うん、貴重です。かわいいですよ。行けー！パワー系ない。パワー系ない。落ち着いてこい。そうです。あ、落ち着いてこい。さすが。リプロだよ。リプロ。ちなみに今日初対面。そう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 。仲良くなります。試していこう。じゃあ行きます。はーい。兄行きましょう。はーい。お願いします。まあ、基本的に変わらないんで、ね、まあ、共通し続けるっていうね、どこだ F ぐらい今の、はい、E、うん、ここか F、 F5 ぐらいで、多分 F5 か E5 かまで行きましたよ、ですね、で地獄のようなロングトーンでしたね、いいね、それだけ、まあ、でも一定のフォームで、そうそう、楽なんです、楽なんですね、最後まで楽でいけてるんで、うん、楽だね、素晴らしい、さすがですね、まあ、こんな感じで素晴らしい、リー先生の改善方法に関しては僕のあのちょっと前に出してますのど締めの解消っていうところのことを見てくださいというところですね、いやありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか、もうなんか四者四様というかいろんな改善方法とかが出てきて面白かったですね、面白かった、面白かったと、面白かった思いますので、プロ4人集まってこういろいろ話すみたいな動画ってあんまないと思うので、ぜひ今回の動画参考になりましたという方、グッドボタンとチャンネル登録も、お済みでない方ぜひよろしくお願いしますということで、ありがとうございました、ありがとうございました。